ポール・エルデシュ、ポール・エルデシュ、エルディシュ・パール、アードス・ピー、リットル、ポール・アードス。本生、イングランダー。1913年3月26日から1996年9月20日は、ハンガリー・ブダペスト出身のユダヤ系ハンガリーの数学者である。20世紀で最も多くの論文を書いた数学者である。彼は、生涯で500人以上という数多くの数学者との、 共同研究を行ったことと、その奇妙なライフスタイルで知られていた、タイムは彼を、変わり者中の変わり者、ザ・オットボール、エス・オットボールと称した。彼は、晩年になってさえも、起きている時間をすべて数学に捧げた。彼が亡くなったのは、ワルシャワで開催された会議で、幾何学の問題を解いた、数時間後のことだった。数論、組み合わせ論、グラフ理論をはじめ、集合論。 確率論、急数論など幅広い分野で膨大な結果を残した。グラフ理論、数論などにおける確率論的方法、組み合わせ論の主々のテクニックは著しく、特にセルバーグと共に素数定理の初等的な証明を発見したことは有名である。彼はラムゼー理論を擁護し、貢献し、秩序が必ず現れる条件を研究した。彼の数学は、 次々に問題を考えてはそれを解くという独特のスタイルであったが、彼が発する散発的な問題が実際には理論的に重要なものであったり、あるいは新しい理論の発展に非常に重要な貢献をした例も少なくない。エルデシュは生涯に約1500編の論文、多くは強調を発表した。これ以上の論文を発表した数学者は18世紀の レオンハルト・オイラーのみである。彼は数学は社会活動であるという信念を持っており、他の数学者と数学論文を書くという目的のためだけに巡回生活を営んでいた。エルデシュが多くの研究者と論文を執筆したことからエルデシュ数が生まれた。これは論文の協著者同士で研究者を繋いだ時にエルデシュとの間の最短経路上の人数を表したものである。 エルデッシュは、1913年3月26日に、オーストリアイコールハンガリーのブダペストで生まれた。彼は、アンナとライオス・アードス、旧姓イングランダーの間の唯一大人まで、成長した子供だった。彼の二人の姉は、いずれも彼が生まれる前に、3歳と5歳で、症候熱により死亡した。両親は二人ともユダヤ人で、活発な知的コミュニティの数学教師だった。 彼は早くから数学への魅力を感じていた。彼の父親がシベリアのグラグに投獄され、母親が家計を支えるために長時間を働かなくてはならないため、彼は家に一人でいることが多かった。彼は両親が家に残していた数学の教科書を読んで独学した。四歳までに年齢から生まれてからの秒数を暗算できるようになっていた。姉が早く死んでいたことから、 母親との間に異常に密接な関係が築かれたいた。エルデシュが大学に入学するまで、二人は同じベッドで寝ていたと言われている。エルデシュは、後に基礎平面幾何学の問題についてのいくつかの記事を毎月発表した。1934年、21歳でブダペスト大学で数学博士号を取得した。エルデシュの論文指導教員は、ジョン・フォン・ヌイマン。 ジョージ・ポリアの論文指導もしたことがあるだった。彼の二人のおば、二人のおじ及び父親を含むエルデシュの家族の大半は、ホロコーストにより、ブダペストで死亡した。彼の母は、隠れて生き延びた。当時彼はアメリカに在住し、プリンストン高等研究所で働いていた。1996年9月20日、83歳の時に、 ワルシャワでの会議に出席中に心臓発作で死亡した。彼は結婚しておらず、子供もいなかった。彼はブダペストのの区画 17A-6 から29で、母親と父親の隣に埋葬されている。ボヒブには、エルデシュ自身の生前の提案による、ビゴアネムブトロックトバブ、アイウィルノットゴエニ n y f ー r t これ以上進むつもりはないと書かれている。彼の生涯は、 彼の生前に作られたドキュメンタリー映画や死後の伝記1998年にまとめられている。エルデシュ、アードスの名前にはハンガリー語のダブルアキュート付きの王が含まれるが誤ってまたは活字がないためにアードスやアードスと表記されることがよくある。生涯のほとんどを旅に過ごし、行く先々でいろいろな数学者たちと研究し協調で、 論文を発表することを好んだ。エルデシは物を所有することにほとんど意味を見出さなかった。彼の持ち物はスーツケース一つに収まるだろう。それは彼の巡回的な生活様式に合わせたものである。賞やその他の収入は通常必要な人々や様々な価値ある目的のために寄付された。彼は世界中の科学会議、大学、そして 同僚の家庭の間を旅していた。彼は客員講師として大学からの奨励金や様々な数学賞の賞金から旅行や必要最小限のもののための資金を捻出し、残ったお金はエルデシュの問題、口実を証明した人の賞金としていた。彼は多くの場合、同僚の玄関口に現れて、私の脳は開いている。My Brain is Open と述べ、いくつかの論文を 共同編集するために長く滞在し、次の場所へ移動していた。多くの場合、彼は、現在の協力者に次に、どこを訪問すればよいか尋ねていた。彼の同僚の例にアルフレードは、数学者はコーヒーを定理に変換する機会であると、述べたが、エルデシュは多量の飲酒をしていた。この言葉はしばしば、エルデシュに誤って返せられるが、エルデシュ自身はそれを、礼にに返している。 彼の電気、放題、放浪の天才数学者エルデシュには、博物館に行ってもついていくのは彼の体だけだった、と、数学への情熱を具体的に示すような記述が多く、あり、彼がいかに純粋な研究者であったかが伺われる。いつ寝ているかわからないほど数学に没頭していたらしく、1日19時間数学の問題を考えていたと言われている。 これほどの長時間を研究に避けた背景として、アンフェタミンを常用していたということが挙げられる。1971年以降、彼は友人の心配にもかかわらず、アンフェタミンを常用した。その友人の一人であると、1ヶ月間薬を止められるかどうかで500ドルの賭けをした。エルデシュは1ヶ月間服用を断ってこの賭けに勝利。 したが、その間研究は全く進まなかったそうである。その後彼は、すぐに、薬の服用を再開した。彼は独特な思いを持っていた。彼はであったが、彼は、あの本、ザ・ブック、聖書のことを、神が、数学の定理のために最高で最もエレガントな、証明を書いた本の資格家であると語った。1985年の講演では、神を信じる必要はないが、 あの本は信じるべきだと言った。彼自身は神。彼はシュプリームファシスト、最高のファシスト、SF と呼んだの存在を疑った。彼は靴下やパスポートを隠し、最も優雅な数学的証明を自分自身の中に持っているという理由で SF を非難した。彼は特に美しい数学的な証拠を見たとき、これはあの本から来たものだ。と言った。後に書かれた。 という本のタイトルはこの言葉から取られたものである。その他のエルデシュの独特な語彙には以下のものがある。彼は多くの国にニックネームをつけた。例えば、米国はサムランド、サムランド、アンクルサムから、ソ連はジョーダム、ジョダム、ヨシフ・スターリンから、イスラエル、イスラエルはイズリアル、イスラエルといった。1934年、彼は 客員講師となるためにイングランドのマンチェスターに転居した。1938年、彼はプリンストン大学で奨学金受給者として彼のアメリカでの最初の地位が受け入れられた。この時から大学から大学へ旅行し続けるようになった。彼は一つの場所に長く留まらず、死ぬまで数学の研究機関の間を行き来した。1954年、 ハンガリー市民であるエルデシュへの再入国ビザの発給を理由の完全な説明なしに拒否した。エルデシュは当時ノートルダム大学で教職についていたので米国に泊まることを選ぶこともできた。しかし彼は荷物をまとめ定期的に移民業務局に再審査を要求した。当時、ハンガリーはソ連とのワルシャワ条約の下にあった。ハンガリー政府は 自国市民の出入国の自由を制限していたが、1956年にエルデシュに好きなだけ入出国が認められる独占的特権を与え、米国移民局は1963年にエルデシュにビザを発給し、彼はアメリカの大学での教授や旅行を再開した。10年後の1973年、60歳のエルデシュは自主的にハンガリーから退去した。 晩年の数十年間でエルデシュは少なくとも15の名誉博士号を取得した。彼は米国国立科学アカデミーと英国王立協会を含む8カ国の科学アカデミーに加入した。彼の死の直前にウォータールー大学から名誉学位を授与されたが、彼はそれを同僚のによる不公平な扱いによるものであると考えた。エルデシュは数学的な歴史の中で レオンハルト・オイラーに次いで最も多くの論文を書いた数学者である。オイラーはほとんどの論文を単独で発表したが、エルデシュは多くの論文を他の数学者と共同で発表した。エルデシュは生涯に約1525の数学論文を書いたが、それらは主に胸調であった。彼は数学を社会活動として強く信じ、実践した。 生涯に511人の研究者と共同研究を行った。エルデシュの数学のスタイルは、理論の開発者というよりは、問題の解決者である、ティモシー・ガワーズの雑ー・カルチャース・オブ・マシマティックスを参照。二つのスタイルと、なぜ問題の解決者はあまり評価されないかを詳細に論じている。は、20世紀の数学者たちの中における彼の位置は、 彼の著名な経歴を通じて、特定の定理と予想に断固として仲していたため、論争中の問題であると述べている。エルデッシュは、数学界の最高の賞である、フィールズ賞を受賞したこともなく、受賞した人物と、協調したこともない。他の賞についても同様である。彼は、ウルフ賞は受賞している。受賞理由は、数論、組み合わせ数学、確率論、集合論、 解析学への著名な貢献、世界中の数学者を個人的に刺激したことなど出る。彼の貢献のうち、ラムゼイ理論の発展との適用が特に際立つ、は、解析的整数論の伝統から部分的に導かれた全体的なアプローチを彼に与えている。エルデッシュは、パフのティーチェビーシェフの元のものよりも、はるかに近いと証明された、ベルトランの仮説の証明を発見した。 彼は、アトル・セルバーグと共に、素数定理のを発見した。しかし、証明に至る状況や、発表についての意見の相違は、エルデシュと、セルバーグの間で、激しい論争を招いた。エルデシュはまた、トポロジーのようなほとんど関心のない分野に貢献し、例次元ではない完全不連結トポロジー空間の、例を与えた、最初の人物とされている。彼のキャリアを通して、 エルデシュは未解決問題を解決した者に対して賞金を送った。その額は現在の数学的思考、彼と他者の両方の範囲外だと彼が感じた問題に対する25ドルから攻撃が困難で数学的にも重要な問題については数千ドルに及んだ。賞金の対象となる問題の公式かつ包括的な一覧はないが、 1000以上の未解決問題があると考えられている。エルデシュの死後も、賞金の提供は引き続き行われており、ロナルド・グラハムが非公式な管理者となっている。問題を解決した者は、エルデシュが生前に署名したオリジナルの小切手、監金できない、単なる記念品かグラハムによる、監金可能な小切手のいずれかを受け取ることができる。数学的に、 最も重要であると考えられる問題は、である。これが真であれば、数論における他のいくつかの未解決問題が解決することになる素数の列に任意の長さの等差数列が含まれているという、この予想の主な方眼は、グリーンタオの定理とは独立に証明されている。この問題を解決すると支払われる金額は、現在、5000ドルである。 エルデシュ賞の最もよく知られた問題は 3N1 問題とも呼ばれるコラッツ予想である。エルデシュは解決した人に500ドルを提供すると申し出た。彼と最も頻繁に共同研究を行った学者にはハンガリーの数学者62件、56件、アメリカの数学者50件がいる。他の主な共同研究者は以下の通りである。 上記以外のエルデシュとの共同研究者については、の、エルデシュ数一の部分を参照。エルデシュに、共著論文が非常に多いことから、エルデシュの友人たちは、敬意と軽いユーモアを込めてエルデシュ数を作った。エルデシュ数は、共著論文による結びつきにおいて、エルデシュとどれだけ近いかを表す。エルデシュ自身のエルデシュ数を例とし、彼と直接共同研究した研究者は、 エルデシュ数が1になり、エルデシュ数が N の研究者と共同研究した研究者は N1 のエルデシュ数を持つ。エルデシュ数1の数学者は2007年2月28日の時点で511人いるとされる。約2 0万人の数学者にエルデシュ数が割り当てられており、世界の活発な数学者の90%が8より小さいエルデシュ数を持っていると推定されている。 スモールワールド現象に照らせば驚くことではない。物理学、工学、生物学、経済学の分野の科学者の多くは、数学者との協調論文により、エルデシュ数を持っている。いくつかの研究により、特に数学の指導者には、エルデシュ数が低くなる傾向があることが示されている。例えば、エルデシュ数を持っている、約26万8000人の数学者のエルデシュ数の、 中央値は5であ。フィールズ賞受賞者のエルデシュ数の中央値は3である。2015年現在、約1万1人の数学者が2価のエルデシュ数を持っている。エルデシュ数が少ない数学者が死に、その人物との共同研究ができなくなることで、長い時間スケールで見ると、必然的に数学者全体のエルデシュ数は増加する傾向にある。アメリカ数学協会は、 マスマテカルリベスカタログに記載されているすべての数学者のエルデシュ数を決定する無料のオンラインツールを提供している。エルデシュ数はエルデシュ数にを持つ解析学者のキャスパー・ゴフマン、キャスパー・ゴフマンによって最初に定義された可能性が最も高い。ゴフマンは1969年にアンド・ホワット・イズ・ユアードス・ナンバー、そしてあなたのエルデシュ数はというタイトルで エルデシュの多岐にわたる共同作業についての記事を書いている。ジェラルド・グロスマン、ジェリー・グロスマンは野球選手のハンク・アーロンはエルデシュ数位を持つと主張している。アーロンとエルデシュが同じ日にエモリー大学で名誉学位を授与された時、カール・ポメランスの求めで二人が同じ野球ボールにサインしたからである。幼児、馬、何人かの俳優のエルデシュ数も提案されている。 エルデッシュは、ポール・アードス・ピ・ジ・オ・エムと署名した。60歳の時に、L ・ D を付け加え、それが65歳の時には、A ・ D に、70歳の時に、L ・ D に、75歳の時に、C ・ D に変わった。それぞれの略語は、以下の意味である。エルデッシュを主題とした本は少なくとも3冊ある。No, the man who l o v e d only numbers. 日本語訳題。 ブルース・シェヒターのマイ・ブレイン・イズ・オープン、日本語訳題、マイ・ブレイン・イズ・オープン20世紀数学界の遺祭、ポール・エルデシュ放浪記の2冊の伝記は、共に1998年に発刊した。他に2013年に発刊したの子供向けの絵本、ザ・ボーイ・フー・ラベデマス、ザ・インプロビブル・ライフ・オブ・ポール・アードスがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。